はい、皆さんこんにちは。今日はですね、湯島聖堂という場所に来てます。前にね、神田明神とかの動画とかはタイガーマスクのとかでね、上げてて、すぐそばなんですけど、目の前までは来たことがあったんですけど、中入ったことなかったんでね、今日はちょっとね、ここだけの動画になるかもしれないですけど、ちょっと行ってみようと思います。はい、またね、得意の何も分からず知識もなく来てる場所なんで、説明もできず。道路のすぐそばだったり、ちょっと先行けば線路だったりもするのに静かですよね。なんでこういうところって静かなんですかね。ものすごくそういう作りなんですか、それともそういう何かあるんですかちょっとわかんないですけど、こういうので塞いであるのかな。なんかね、こういう場所ってそういう風な作りというか、そういう雰囲気にさせるのか。ここ今ちょっとね、紅葉じゃないですけど、すだじい、おじいちゃん、すだじい、よいしょ。で、右ですね。なんかこう、本当うまく言えないですけど、すごく静かですよね。独特の感じがしますね。人がいないのもね、ありますけど、なんかやっぱりものすごく静かですね。はい、で、これは、この動画はここで終わりにしますかね。以上になります。ありがとうございました。